張り込み。張り込み。張り込みは、松本清張の短編小説である。書出は、小説新調1955年12月号である。1956年10月に、短編集、顔収録の一編として、講談社ロマンブックスより刊行された。1958年に、小畜で映画化されたほか、数度にわたり、テレビドラマ化もされた。 有川博史による朗読 CD が2003年に新庁舎より発売された。著者の成長は後にこの作品の発想が何気なく読んだ昭和30年1955年頃の新聞記事から始まったと回想した。記事の内容は東京下町のある商店に強盗が入り主人を殺して逃走。被疑者は九州の冒険のある町に 家があり、一年前から妻子を残して、東京に出稼ぎに来ていたことが判明したため、警視庁から2名の捜査員が出張、九州の被疑者の家に張り込みすることになった、というものであった。著者は最初、家で待っている犯人の妻を、刑事の目から見る筋を考えていたが、設定を変更し、犯人と恋仲であった女性が、他家についでいるということにしたと述べた。警視庁の湯刑事は、 東京、目黒で発生した、強盗殺人事件の主犯、石井を追って、石井の昔の恋人、横川貞子が突ぐ九州 S 市に向かう。横川矢字閣の旅館で張り込みを開始した、ゆずきだが、銀行員の誤歳となった貞子はただただ単調な、日常生活を繰り返すのみ。本当に、石井は、現れるのか。ゆずきにも焦りが募る。小大船 松竹配給にて1958年1月15日に公開された。野村義太郎が成長原作映画の監督を務めたのは本映画が第一作となる。脚本は橋本忍がクレジットされていないものの助監督は山田洋二が務めた。1958年ドキネマ旬報ベスト10第8位に選出された。上記の映画版を踏襲して、 若手とベテランの二人の刑事が張り込む筋立てとなった。舞台は九州に限らず、それぞれ全国各地に設定された。1959年7月10日、KR テレビ、現、TBS 系列の山陽テレビ劇場枠、22時22時45分にて放映された。1960年8月29日と9月5日、KR テレビ、現、 TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠20時30分21時松本成長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映された。1962年8月23日と8月24日22時15分22時45分 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回に渡り放映された。 1963年12月8日、ネットテレビ、現、テレビ朝日系列の日本映画名作ドラマ枠、日曜22時23時にて放映された。1958年公開映画のテレビ版リメイクである。1966年2月22日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズ枠、21時21時30分。 にて放映された。1970年12月7日から1971年1月11日まで、日本テレビ系列のファミリー劇場、21時21時56分、内にて6回にわたり放映された。ギャラクシー賞第15回期間戦勝受賞、八草香る作品である。ドラマタイトル、裁きの夏。 1976年8月30日から9月24日まで、日本テレビ系列の愛のサスペンス劇場枠、13時30分13時55分、にて20回にわたり放映された。松本清張、女シリーズ張り込み。原作通り、張り込みはゆずき一人に、犯人の名前はたまえに設定された。吉永さゆり主演のメロドラマ風に仕上がった。 1978年4月2日、TBS 系列の東芝日曜劇場枠、21時21時55分にて放映された。視聴率は19.9%であった、ビデオリサーチ調べ、関東地区。松本清張作家活動40年記念、張り込み。1991年9月27日、富士テレビ系列の金曜ドラマシアター枠。 21時2分22時52分にて放映された。視聴率は18.8%であったビデオリサーチ調べ関東地区。地元愛媛の諸葛所の田舎刑事、上岡が警視庁エリートのゆずきの相棒という設定である。1996年4月5日21時22時49分テレビ東京系列にて放映された。 松本清張原案、時代劇スペシャル文語取り物絵図張り込みとして、時代劇に設定を移した移植作である。松本清張没後十年記念、ビートたけしドラマスペシャル張り込み。2002年3月2日、21時23時21分、テレビ朝日系列にて放映された。ゆずきをベテランに、下岡を、若手エリートにと設定を入れ替えた。主な舞台は、 群馬県気流市に設定された。ラストは原作と異なる。第39回ギャラクシー賞奨励賞を受賞した。2002年文化庁芸術祭参加作品である。松本清張特別企画、張り込み。2011年11月2日、テレビ、東京系列の水曜ミステリー9枠、21時22時48分にて放映された。 ドラマの主要な舞台を松本氏とする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。